真珠貝の潰れちゃったようなのが上にぶら下がってるよ。いやね、あれはお月様よ。昼間のお日様より偉いのよ、おばあ様が教えてくださったわ。うん、兵隊の位にすると昼の大将がお日様で夜の大将がお月様か。やっぱり素敵だわ。髪を揺さぶるのがこれが風さんね。ってつまんないの、真っ暗で何もないじゃないか。でもデュークのお口の中の暗さとは違うわ。甘い地上の匂いがする。もっと面白いところに場所替えしようよ。仮のモンマをダマくらかしてきた甲斐がないもん。よ、でっかい船だな。綺麗だわ。何か始まったのかしら。こっからでよく見えないな。ねえ、あそこがいいよ。あふれ、待って。大理石の像とそっくり。こんなことってあるかしら。あ、あれは何でございます。人魚だ。ほら、氷山の上に。まさか王子様は誕生パーティーのワインにお酔いになられたのですよ。